ような日といいますかが来ましたね。そうですね、早く来いって感じですよね。1週間ぐらい前から早くやりたかったですね。最初は複雑な心境だったと思うんですが、まあ、そうですね、まあ、元同門ということで、まあ、できればやりたくなかったんでね、まあ、でも、まあ、決まっちゃってから、まあ、割り切って一人の対戦相手として考えることができたんで、まあ、モチベーションはまあ上がってきてますね。宇野薫と行った2度のチャンピオンシップと比べて、うん、今回のチャンピオンシップにかける意気込みというのは、まあ、宇野くんの場合は1回負けてたんでね、2回目の時はもう本当に絶対復讐してるっていう感じの気持ちだったんですけども、まあ、今回も相手に対する気持ちっていうのもベルトをね取んなきゃっていうのがすごい多いんで、まあ、みんなも期待してると思うんで、絶対今回何としてでもベルトを取りたいですね。意気込みを一言お願いします。まあ、とにかくもうやることやったんでね、あともう今までやってきたことを全部出すだけなんで、うん、もう悔いのないように全部をぶつけますんで、ね、期待しててください。はい、ついに来るべき日が来ましたね。そうですね、もう帰りたいですけど、いや早いですね、やっぱりすぐですね。うん、対戦相手の、佐藤ルミナ選手なんですけども、うん、まず試合的な試合スタイルについてどういう印象を持っていますか。そうですね、やっぱ他の選手にない怖さはやっぱり感じますね。はい、うん、もう開き直るしかないですね。うん、別にもう勝敗は後からついてくるもので、もう思い切って暴れて、うん、それをお客さんに見てもらって、もうこれで対戦相手が勝ったらそれはもう相手を称えるしかないし、まあ折れない試合をすれば必ず結果ついてくると思うんで、はい。青コーナーより佐藤ルミナ選手の入場です。4人のチャンピオンがいずれも王座を返上、ビルター級の歴史に刻まれた光と影、しかしそこに王者の栄冠が待ち受ける限り、アスリートたちの旅は、そしてルミナの旅は続いていきます。シュートの牽引者、統合格闘技界の至宝、ベルトを巻くべき男が2回のタイトル挑戦でベルトを巻くことができなかった現実、この男の腰にベルトが巻かれた時、それはルミナが真の光を放つ時、シュートトゥーザトップがルミナトゥーザトップに進化する。佐藤ルミナ、佐藤ルミナ選手に松田愛様より花束の贈呈でございます。ここのところ青コーナーからの入場が多い佐藤ルミナ選手、さあ3回目のタイトル戦です。赤コーナーより五味隆典選手の入場です。僕の中ではルミナさんが一番だからと言って王座を返上した宇野、宇野くんが一番だからと宇野の背中をあくまで追いかけるルミナ、シュートでは今僕が一番だからルミナさん喧嘩を買ってくださいと逆指名したゴミ、一体一番強いのは誰なんだ。この複雑なスパイラルな三角関係に今日一つの答えが出ます。そして
五味隆典はこう語りました。ルミナさんとだったら最高の作品が作れる。今シュートに対して一番思い入れが強い2人が戦うわけですから、絶対にいい試合になる。シュートの歴史に残る試合にしたい。ずっとずっと語り継がれるようなね。さあテレビの前の皆さんも歴史の証人になってください。樋口道場レスリング教室ゆるた91。五味隆典が今リングイン。ということで、五味隆典選手には激励の花束贈呈でございます。松田愛様より花束の贈呈です。続きまして、樋口道場レスリング教室の代表2人より花束の贈呈でございます。あ、今日もちびっ子たちがいっぱい来ています。花束を受け取りました五味隆典です。元同門対決、五味は13ヶ月ぶりのシュート復帰戦です。それでは試合に先立ちまして国歌斉唱を行います。皆様ご起立の上、国旗にご注目ください。ウェルター級の王座決定戦、チャンピオン決定戦、日本国歌です。日本国国歌君が代の斉唱です。過去チャンピオンは4人いました。その4人が4人ともベルトを返上しています。そして今日第5代チャンピオンが決定します。混迷深まるウェルター級です。それではシュートコミッション浦田昇コミッショナー入り、コミッショナー宣言です。コミッショナー宣言、ただいまから行われますウェルター級1位五味隆典対ウェルター級に佐藤ルミナの3回戦は規定通り厳重なる身体検査と計量を行い、その結果ゲストが来てくれました。早速ご紹介しましょうか。ましたので、私はこの試合をウェルター級チャンピオン決定戦と認定いたします。はい、ボクシング元 WBC 世界スーパーフライ級チャンピオン川島博史さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。川島さん、はい、シュートの試合というのは、いつもご覧になっていらっしゃいます？足を運んでます。ああ、そうですか。はい、どんな印象ですか、このシュートというものに対しては。そうですね、はい、やっぱり立ち技もあり、また寝技もあると、とても激しいスポーツですね。はい、そしていよいよこれからファイナルマッチですよ。はい、さあ川島さん、はい、見どころといいますか。そうですね、僕はルミナがうちのジムに練習に来てるんですね。はい、だからぜひ本当に勝ってほしいですね。そうですか。そして関根さん、はい、一言お願いできますか。いや、もうドキドキですよね。はい、本当に待ちに待ったっていう感じで、コンディション良さそうですね、両者ともね。そうですか。お待たせいたしました。本日のメインイベント、ウェルター級チャンピオン決定戦3回戦を行います。この試合がシュート最後の試合、2001年最終章ラストマッチ。157センチ70キロ超のウェルター級2位佐藤ルミナ、3回目のタイトル戦、佐藤ルミナ月狼。赤コーナー、樋口道場レスリング教室所属
173cm、70kg超のウェルター級1位、五味隆典。7戦7勝負けなし、無敗街道爆進中、五味隆典。新しい歴史が、ウェルターの歴史が刻まれます。その結末はいかに。シュートツーザトップ、ザファイナルアクト、ファイナルマッチです。フェイント、パンチを返すゴミ、密着します。ルミナ背中でフリップする。ゴミの気合がすごかったですよね、はい、あ、そうですね。ゴミもフリップ押し込んでいく。ロープ際、川島さん、はい、緊張感がビリビリ。そうですね、ありますね。足をかける、ロープをつかんではいけません。これは反則です。ああいうのは初めて見ましたね。そうですよね。ルミナが一瞬ロープをつかんでしまいました。シュートルール、ロープをつかむことも許されません。それはそれだけ下になりたくないっていう気持ちの表れが現れたんですよ。これでゴミが一つつかんだと思いますね、はいはい、川島さん、はい、あのルミナ選手、特にどんなパンチの練習をしましたか。まあ、基本的なことですね、はい、打ち方を少しやってたみたいですね。ああ、そうですか、この試合に関して何かお話はされました。いや、相手はそれはしてないですね。そうですか、はい。コーナー際の攻防です。どちらがどうテイクダウンしていくのか。お互い右を差しています。ゴミが押し込む形。現在ランキングはゴミが1位、ルミナが2位です。1分30秒。力が入る、取りましたね。テクラムのルミナ、ルミナが倒していきました。ゴミは決して下は得意じゃないと思います。ただゴミの一番の強みは技術云々じゃない、気持ちの強さですよね。そうですよね。2分、ラスト3分、我を忘れて突っかかっていくシーンが何回も見られています。五味隆典、チビコラスの声も飛んでいる。勝った両者、バック回らさなかったですね、はい、強いですよね。膝を一発、五味です。押し込め、右足を深く折り曲げています。ルミナです。パンチをアッパー気味狙っていきます。肘絞っとけ。2分半、半分が過ぎています。第1ラウンド、相手片足だぞ、今片足だぞ、下から刺してもいいぞ、左刺してもいいぞ、肘上げ絞っとけ、アッパー気をつけろ。ゴミはパンチ勝負でもいいと思うんですけどね、はい、やっぱりあのルミナは明らかに98年のバリジャパアンドレ・ペネーラスであの蹴りを食らって、その後のパンチから顎は弱くなっているようです。テイクダウンはゴミ右になりました。さあ上を取ったゴミ、片手入れんな、大丈夫、十字を狙うか、逆ですね、はい、三角の形にはまだ遠いか。十字、はい、腕を狙った、ルミナが腕を狙う、ゴミナがディフェンス耐えた、押し込んで、今度足です。ルミナが足を狙っていく、ヒールホールド、回転するゴミ耐えた、抜け、ルミナです。足関節が必殺技だった時代はもう終わったんですよね。終わった、なるほど。プラスルミナの何があるかですよね、はいはい、今度はパンチ上からゴミです。いいパンチですよ。いや、よくヒールをしのぎました。自ら回転してしのぎました。ゴミ高典反抜きです。下からルミナ、よく動いてますね、お互いね。そうですね、川島さん、はい、ここまでいかがですか。いや、本当に力入りますね、はい、体動いちゃいます、はい、おっ
パンチが立っているゴミ。ついてダメダメダメ、その距離ダメだ。もう一回腕を狙いますか。読んでいますゴミ、よーく読んでいます。ゴミは関節技を逃げることだけを考えて殴ることを考える、はい、それがゴミは勝利の近道ですよね。そうですか、はい、下手に関節技は、自分も狙うとかじゃなくて、はい、徹底的にエスケープですよね。それからパンチですね。第1ラウンド残り時間はあと10秒です。元先輩後輩の間柄、元同門対決、パンチ一発のゴミ、ゴミが狙うか、いやいや、ここで第1ラウンドが終了。いや、関根さん、まずすごい攻防でしたね、はい、目が離せません。これはちょっとね、どっちが有利かは今分かんないですね、はい、よくヒールしとみましたね、川島さん、はい、リングに上がってですね、はい、総合の試合をやりたいなという気持ちになりませんか。そうですね、ゴミ選手のすごく力強い動きにびっくりしました、はい、あ、そうですか、ルミナの動きはここまで見てどうですか。やっぱりそれを外してかけるゴミ選手うまいですね、はい、あ、そうですか。まだパンチという部分ではまだ今のところルミナの方はあまり出してないので、そうですね、どうでしょう、接近戦とかですね、グラウンドでの状態のパンチ、はい、そういった部分も研究をジムでされたんでしょうかね。トレーナーと一緒にやってましたから。あ、そうですか、してると思います、ね、はい、はい、さあ第2ラウンドです。ちょっと出血をしましたかね、ゴミの口がやや赤く見えましたが、第2ラウンドスタートです。なんか体力とかより気持ちが疲れる試合ですよ、ね、右のパンチ、ゴミ一発スライディング、ルミナのパンチ当たっていない、グランドに持っていく、自らグランドに引き込んでいったルミナ、リストを取る、上からパンチ、バスターです、ゴミはバスター、これは過去も見せましたよね、はい、生きてますよね。そうですね、ここから首を抱えて落とすということもよくやります、ゴミです。一旦離れるか、猪木やり状態、あるいは高田ミルコ状態、ゴミはこれがいいと思います、はい、一旦間、あ、今両者にやっと笑いましたね。半身になっています。ローキックを構わず放っていくゴミ、もう一回ロー、第5代のチャンピオンの座は一体どちらの腰に、パンチに行く、インサイドガード、ゴミ高典、それ脇挟んで、挟ませんな、挟ませんな、早めに違う、ゴミナは赤コーナーです、自分のコーナーに持っていきました。相手が体を倒したら結構チャンスですよ、今チャンス、キラパンチですよ、今度は右、ショート、ショートいいね、ショート小さいパンチ、オッケー、やせませんよ、やせませんよ、動いちゃう、動いちゃう、動いちゃう、動け動け動け、まだ動け動け、右左に隙間を狙っています。ゴミ高まり、ロー、足首を持ってそして蹴っていきます。2分が経過、第2ラウンド、上から脇を締めていきます。足はクローズガード、佐藤ルミナ、ルミナは攻めれないですね、はい、とりあえず打撃を警戒しています。佐藤ルミナです、下から抜いたパンチ、そして後頭部が痛い、これはゴミの得意技でもあります。そしてパンチ、ボディにも打ち分ける、もう一回バスターを狙っていくのか、
残り2分を切っています。第2ラウンド内側から入れた方がいいんじゃないですかね。ちょっとパンチを嫌がっています。佐藤レミナ、そしてコート、ラスト1分半。川島さん、はい、今の技はあんまり加えたくないですよね。そうですね、ダメージが蓄積しますね、はい、顔面はもう真っ赤です。止まった硬いんですよね、コーラケンホールと違って、はいはい、あ、来ました、でも効いたと思いますよ。強烈なパンチ、ゴミ高則効いてる、効いてるよ、ゴミ。ダメージがありますかね、もう完全に、はい、あと1分だ、第2ラウンド。しがみついてるだけでも欲しいですね、はい、そうですよね。防戦一方、佐藤ルミナ、ピンチに落ちています。ラストもう1分切ってる、ラスト45。過去2回ベルトを支柱に収めることができませんでした。目の前から去っていったベルト、再びそのベルトが三度目の前に来ています。しかしここまで防戦一歩、こういうの危ない、はい、相手考えさせる。あと20秒第2ラウンド、何か一発を仕掛けていきますか。バッターに行った、鈍い音が響く。あと10秒、はい、判断力鈍ってくるでしょうね、後頭部。そうですか、こんなに打たれると、はい、まだいった、ボーッとしちゃうんじゃないですかね。あの左パンチ効いたと思いますよ。終了です。その前に、はい、あれで前と後ろからですからね。ルミナがここまで追い詰められています。第2ラウンドが終わりました。10分をこれで戦い抜きました両者です。残すはあと5分だけ、最後のラウンドだけです。ラウンド3ファイナルラウンド。さあ決着の最終ラウンド、ゴミかルミナか、パンチとキックの打ち合いだ。打撃戦になっている最終ラウンド序盤、はい、肉体的にゴミの方が強いですよね。そうですね、見て分かるように若さもあります。23歳ゴミ、27歳ルミナ。ルミナは言っていました、もう5年前にベルトを巻いていなきゃいけなかった、そんなベルトなんだと自ら話しています。佐藤ルミナ後ろ回し、それを読んでいました。ゴミパンチ、ブロックしました。後がないルミナ、中に突っ込んでいく、テイクダウンゴミ、倒されたルミナ、自分のカラスに持っていけない。そして赤コーナー、ゴミサイドに持っていく、ナイスパンチ、1分経過、ラスト4分、コートも打たれています。1分が経過、最後のラウンド、どんどん抜いて、やだから相手やだから、腕をかん抜き、どんどん抜け、それ抜いてけ抜いてけ、抜いていけというセコンドの声、何回でもパンチ打って抜いて、パンチ打って抜いて、繰り返し抜いて隙間作んないでいいから、そうそうそう、隙間を作ってパンチ狙っていく、グローブ狙える、ね、左入る、左入る、左入ってるぞ。ルミナは前回大阪では作戦を考えすぎたと話していました。もう何も考えませんと言っていました。抜ける、ゴミ抜ける。ルミナはもう、はい、このままじゃやばいんで、そうですね、足で相手を、まあ、蹴れればいいんですけど、はい、距離を取ってもう一度スタンドからで自分の得意な形、スタンドは得意じゃないんで、はい、組み技で自分の得意な形に持っていかないといけないですけど、はい、ラスト3分、2分が経過しました。最終ラウンド、小さいパンチ、ベルトがかかっています。抜いてけ、スペースを上げてパンチを狙う、それでもパンチを狙っていくゴミ。ルミナが立ったコーナーは今日も青コーナー、ここ3試合は全て青コーナーでした。嫌ですね、青コーナーってリングで待ってなきゃいけないから、そんな風に話していたルミナ、しがみつくしかない、それがゴミと対してるルミナの今の力と判断されてもしょうがないですよね、はい、半分が経過しました。最終ラウンド、ゴミが優勢、ゴミが優勢、右手の子、ゴミにベルトが近づいてきたのか、ルミナからベルトが遠ざかっていくのか、
まだ上を取っています、五味貴則。ゴミがデビューした頃、もうすでにルミナはメインエンターでした。そして今ではランキングでは1位、ゴミは上です。そして今日のチャンピオン決定戦、試合を優位に進めている、ダメージを与えています、ゴミ貴則。7戦7勝負けなし、快進撃を続けている。ゴミは手休めないですね。休めませんね。すごい精神力ですね。はい、まあ、ルミナ選手も必死に耐えてますけど、ルミナが起死回生、何か仕掛けるのか、挽回があるのか。関根さん、これはルミナも関節を狙うという状況ではないですか。そうですね、ゴミ選手が今も抑え込んで殴るという、ものすごいシンプルな戦い方してますよね。そうですよね、ローラーに勝つっていうのはこういう勝ちでも価値があるわけだからいいんですよね、はい、さあ1分を切った。ルミナは仕掛けないとダメです。そうですよね、仕掛けると隙ができてゴミがいけるっていうわけですね、はい、大きくスペースを空けてパンチを狙う。それでもパンチを狙っていくゴミ。ルミナオープンガードにしてほしいですね。もう、ああそうですか。今はまだクローズ。さあ、あと30。一回離れよ。手を休めません、ゴミ貴則。ゴミのスタミナすごいですね。すごいですね。一回離れて。距離作れ、距離作れ。時間がないぞルミナ。挽回はなるのか。ゴミが上のまま試合が終わってしまうのか。最後の最後、懸命に力を振り絞る両者、試合終了だ。ただいまにスタート集計に入ります。このルミナの顔です。打たれました、打たれ続けました。高島さん、壮絶な試合になりました。でも思った以上に差はありましたね、はい、ありましたか。全体的にゴミが全てにおいて上回ってたと思います。杉田さんは、ゴミが本当に急成長してましたね。ここまで強くなってたとは正直びっくりですね。川島さん、はい、やっぱゴミ選手 のパンチ力ですね、はい、それでびっくりしました。さあ、結果、勝者赤コーナー、ゴミ貴則、新チャンピオン。ゴミ貴則がついにベルトを巻いた。第5代ウェルター級チャンピオンはゴミ貴則。3人のジャッジ、1ポイントから3ポイントの差をつけました。3対0。貴則選手にはウェルター級のチャンピオンベルトと認定賞が授与されます。ルミナが敗れました。そしてゴミがついにベルトを巻きました。認定賞3回のベルト奪取のチャンスを逸した佐藤ルミナ。記念は2001年12月16日千葉県東京ベイ NK ホールにて行われたウェルター級チャンピオン決定戦において、同級2位佐藤ルミナより勝利を収めましたので、ここにチャンピオンたることを認定します。ルミナが去っていきます。2001年12月16日シュートコミッションコミッショナー浦田昇。トップコンテンダー同士の対決はゴミに軍配が上がりました。